イスズ・ウィザード、ウィザード、ウィザードは、かつて、イスズ自動車が生産、販売していた5ドア SUV である。同社のビッグホーンと比べ、本来の SUV の文法に沿った、ピックアップトラックの雰囲気を残したスタイルを特徴と、する。イスズが、日本国内で販売した乗用車系の独立車種、非 OEM としては最後に市販された車である。 1995年、平成7年、初代がミュウの5ドアバージョン、ミュウウィザードとして登場。1998年、平成10年に実施されたフルモデルチェンジの際に、それまでのミュウのサブシリーズからウィザードとして独立した。北米ではロデオの社名で、タイでは初代モデルのみがカメオ、ベガの社名で、それぞれ販売が行われた。 ヨーロッパのオペル、ボックスホールやオーストラリアのホールデンでは、フロンテの5ドア車として販売が行われた。北米では、ホンダ技研工業にも OEM 供給が行われて、ホンダパスポートとして販売されていた。日本では2002年に、イスズ自動車が SUV 事業の撤退に伴い販売を終了し、海外でも2004年に製造を終了した。1990年、平成2年、 北米にて TF を3度 ICUV 化したアミーゴの5ドアバージョンであるロデオが1991年モデルとして発売開始された。製造はアメリカのシェアで行われた。エンジンは当初4、Z、1型直列4気筒2.6リットルとゼネラルモーターズ製の V 型6気筒3.1リットルが用意されトランスミッションは5速 MT に加えて V6 車は4速 AT も選べた。1993モデルイヤーに V6 エンジンは自社製の 6VD1 型3.2リットルに、次期4エンジンはホールデン製の2.4リットルファミリー E にそれぞれ換装された。1995年、平成7年当時、イスズはピックアップトラックの TFO ドアの SUV としたロデオをすでにラインアップに持っており、 主な市場であるアメリカのシアで生産していた。一方、イスズは同社を代表する SUV であるビッグホーンがあり、自社競合を避けるため、ユーティリティの面では一歩譲るロデオの日本国内販売は予定されていなかった。しかし1990年代の国内のクロスカントリー車市場の急成長に伴い、イスズでも新たな SUV を国内に投入し、 低迷していた乗用車販売の一助とする機運が高まった。ミュー・ウィザードの開発にあたり、他社のクロスカントリー型 SUV の多くが5、ドアロングボディの投入で人気となっており、国内市場では5ドアディーゼル AT が売れ筋の3種の人技されていた。そこで、ビッグホーンとは別の5ドアの国内向け、新 SUV として、北米、ロデオの日本国内向けが企画されたが、 ロデオの登場から約4年ものタイムラグがあったため、迅速な市場投入が求められた。そこで当時社長直属のプロジェクトとして立ち上げられた ZIP カープロジェクトにより、各セクションから1000人スタッフを集め少数精鋭の開発体制が組まれた。当初は北米のロデオを右ハンドル化して輸入することで、新車種の追加と会議の車運転の積載効率の向上の 両方が果たせると考えられていた。しかし、国内市場への導入にあたり、当時主流であったディーゼルエンジンの搭載や、国内ライバル車との対向上、乗り心地を考慮したサスペンション形式の変更、リーフリジットから4リンクリジ、コイルスプリングへと刷新、などから、アブス、ビッグホーンとの部品の共有化を考え、藤沢工場での生産になった。同時期に、 エルフ UT の企画が同じ ZIP カープロジェクトで立ち上げられたほか、1997年、平成9年に発表されたスペシャリティ SUV、b c クロスも同プロジェクトから量産化されている。北米向けロデオからの主な変更点は以下の通りである。エンジンサスペンションが変更された背景に、当時の国内市場ではトルクフルで燃費に優れるディーゼルエンジンが人気であったこと。 ワゴンではリーフリジットサスペンションがすでに通用なかったことが挙げられる。ニューの姉妹車という位置づけであるが、外観は同社の国内版ピックアップトラックであるロデオに近い。フロントコーナーマーカーのレンズがアンバーなのは北米向けロデオの名残であるロデオのこの部分はサイドマーカー、サイドターンシグナル、ニューウィザードではクリアレンズの車幅とオーバ,ーバーのフロントターンシグナル、外側に移設し、 サイドターンシグナルとなる。エンジンは、それまでのイスズ小型車で好評であった 4JB1T 型エンジンに変え、排出ガス規制に対応しやすい、3.1リットルの 4JG2 型エンジン、インタークーラーなしを採用した。シャーシのほとんどは、ビッグホーンロングからの流用で、内外装は、ミュー、インパネ周りを B クロスと共用した部分も多い。トランスミッションは 4AT のみであった。 1997年、平成9年春、マイナーチェンジでは、エンジンの電子制御化による出力及びトルクが向上し、アルミホイールのデザイン変更などが行われた。ヨーロッパ向けのオペル、ボックスホールフロンテラは1991年から発売が開始された。イギリスルートンにあるアイビシビニクルズ、イスズとボックスホールの合弁で、キューベットフォードビニクルズの工場にて、 製造が行われた。エンジンは当初は、オペル製の2.4リットルガソリンと2.3リットルディーゼルが搭載された。1995年のマイナーチェンジで2.2リットルガソリンと、イスズ製 4JBHTC 型2.8リットルディーゼルに換装され、リアサスペンションがコイルスプリング式に改められた。1996年からは、 VM も通り製の2.5リットルディーゼルも加わった。フロンテラは1995年にルートンからオセアニアのホールデンに輸出されて発売されたが、こちらはサンドアのみであった。タイでは1993年からに w d 社がカメを、4WD 社がベガの社名で導入され、2002年まで製造が行われた。後継車種は MU-7。MU 7 ドイツ自動車連盟、リチェマイナードイチャーアウトモビールクラブ、エイタックが2005年に実施したテストにおいて、東大モデルと告示した、ランドウィンド X6、中国名、陸風 X6 が、全面衝突で転入史上最悪の結果を露呈し、思わぬところで脚光を浴びる結果となった。製造元である、陸風技者は、高鈴技者のブランドで、イスズ、中国名、 喜び鈴スズと提携しつつも資本はフォードというややこしい関係を持っており、X6 のディーゼルエンジンはイスズ製であるものそれ以外は、いわゆるチャイニーズコピーであり全くの別物となる。1997年、平成9年の第32回東京モーターショーで 145X が2代目ウィザードのコンセプトカーとして発表された。 145X とは開発コードであり、145がユーズ系の全体開発コード、10がロングボディ単独コードを表す、ショートホイールベースのミ μ は Y。コンセプトカーでは、外観をゴールドのボディカラーでまとい、内装に本革やシルバー等の装飾が施されたが、その多くは市販車に生かされることはなかった。百九十八年、平成十年五月。 国内販売が開始された。フルモデルチェンジに伴い、プラットフォームやエンジンが一新されている。ニューの姉妹グレードから独立した車種となり、スポーツ性と実用性の双方を兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた SUV として位置付けられた。プラットフォームでは、先代がアブス、ビッグホーンと共通のシャーシを使用していたのに対して、ユーズ型では専用のシャーシを開発した。 このシャーシの特徴としては、従来のロングボディや、ショートボディだけではなく、ピックアップトラックへの流用を考慮して、3分割フレームとした。ボディの長さ、用途別による、強度対応を柔軟に行える点が挙げられる。後に、タイで生産される DMAX のシャーシにも、流用されているが、大幅に改良されている。軽量化にも対応しており、従来比で 100kg 以上の軽減されている。 このプラットフォームの開発当初は、モノコック化も検討されていたため、その際の技術が軽量化につながったとも言われている。サスペンションは、フロントは従来通りダブルウィッシュボーン、トーションバースプリングだが、リアはボリンクリジット、コイルスプリングに変更された。リアサスペンションの変更は、燃料タンクの位置変更、リアオーバーハングからホイールベース感と、 スペアタイヤの床下設置に対応したものである。ステアリングギアボックスも従来のボールナットから、ラックピニオンに変更され、操縦性を向上させた。イスズが新たに開発した 4JX1 型コモンレール式、ディーゼルターボ、インタークーラーなしを搭載し、燃費の向上、環境負荷の低減を両立させた。出力においても前モデルより、 排気量が0.1リットル減少したにもかかわらず、プラス 20PS と飛躍的に向上した。ビッグホーンに比べ、車両重量が2 0 0ラム以上軽かったため、出力が低くてもドライビバリティ的に問題なかった。欧州のデザインスタジオ、イスズヨーロッパエンジニアリング、イエーと藤沢工場デザイン部の協作。チーフデザイナーは三代目ジェミニを担当した、中村志郎。 出日、貢献をキーワードに、プレーンで、シンプルなスタイルを目指した。特に細部のグラフィックの仕上がりに対して、評価は高かった。しかし、ライバルの一つである日産、テラノに近い骨格デザインのため、船内に比べインパクトや、スタイリッシュさに欠ける嫌いがある。初期モデルにおける、追加車種及び特別使用車は次の通りである。2WD 追加時に、 ガソリン車のアルミホイールが15インから16インに変更された。コストパフォーマンスの充実を図った意欲的なモデルへと変化、フロントマスクの変更でアメリカ市場で好まれるタフなイメージが強調された。2001年、平成13年5月マイナーチェンジ実施。北米のイヤーモデルに合わせた小変更。リアドアにツイーターを追加8スピーカーとなる。 水没対策パワーウィンドウの追加に WD アライブに変平率60%タイヤの装着 UV カットガラスをフロントウィンドシールドに装備エアバッグの衣装を一部変更など国内で販売されたウィザードとしては最終モデルとなり販売台数は特に少ない2002年イスズ自動車の SUV 事業撤退に伴い日本国内での販売を終了 生産拠点は当時富士重工業との合弁であったアメリカのスワルイスズオートモーティブシアで日本で整備、ブディコ、販売された。そのため輸入車として扱われておりバックドアガラスに日本自動車輸入組合のステッカーが付く。北米仕用のロデオは2002年と2003年にマイナーチェンジを実施された。2002年マイナーチェンジ時にフロントマスクのデザインを ホール録化し、フリーホイールハブの廃止に伴い、ホイールデザイン変更とセンターキャップの張り出しをなくした、ほか、ステアリングホイールにオーディオコントロールスイッチを装備した。2003年に行われたマイナーチェンジでは、アクシオムと共に3、500cc 直噴ガソリンエンジンがオプションで追加された。北米でも2004年に生産が中止され、2005年までに販売を終了した。 ヨーロッパ向けのオペル、ボックスホールフロンテラは1998年にモデルチェンジされ、引き続きイギリスルートンの IBC ビ,ビークルズで製造が行われた。エンジンは磁気4の2.2リットルガソリン、2.2リットルディーゼルと V6 の3.2リットルガソリンである。2004年に製造を終了。オセアニア向けのホールデンフロンテラは1999年に モデルチェンジされ、2代目からは3ドアに加えて5ドアもラインナップされた。初代は i b c ークルズで製造されていたが、2代目はアメリカのシアからの輸入となった。5ドア車のエンジンは3.2リットル V6 のみ、ホールデン向けは2003年に製造を終了し、2014年半ばまでに販売を終了した。本来北米市場を想定して設計されたため、 シフトレバーの位置が遠く、MT 車のクラッチペダルのストロークが大きすぎるなど、日本人の体格に合わない部分も見られる。国内販売された多くが、マイナーチェンジ前のモデルで、後期型はかなり少ない。イスズの SUV 撤退時に在庫車が50万から80万円引きで、売りに出されていた。国内で販売された 5MT 車は、約800台足らずである。m t 車は、 フライホイールの交換という比較的大掛かりなリコールの対象ともなった。ビッグホーンとの差別化を図るためインタークーラーの搭載は最後までなかったが、ディーゼルに関して言えば、エンジンの電子制御化、AT の電子制御化も遅く、ビッグホーンに遅れること実に3年、2001年のことであった、ガソリン車については2000年のマイナーチェンジで、エンジン、AT ともに電子制御化済みである。 総じて、立場上ビッグホーンより、格下の扱いに終始したが、車高が低く、車重も 200kg 程度軽量であることなど、他車製 SUV を含め、運動性や動力性能では利点も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。